Hello everyone! For example! どうもコースです。ということで本日はですね、ハロッサさえいれば後の魔人族弱くても勝てる説検証していこうと思います。ということで前回の動画見てくださった方ありがとうございました。まだ見てない方は下の概要欄から見てきてください。ということで早速行きましょう。はい、ということでですね、今回はハロッサを入れて、残りの魔人族全員、今使われてない編成でやっていこうと思います。まあね、最後ちょっと勝てなくなったら、まあデミグラスソースぐらい入れてもいいかなと思うので、そこはね、ちょっと許容していただければと思います。まずは魔人族見ていきましょう。はい、ということで最初はこちらですね。フラウンドリン、偽お父さん、そして、実界よりも強い男、そして7つの大罪一気で絶望的なほど強かったラスボスということで、こいつらを今 PVP で見ることはありません。なんでこいつらを入れてもしね勝てたらこいつはもう最強ということで証明できるのではないかなと思いますので、やっていこうと思います。それではやっていきまーしょ。そうなんですよ。もうね、この編成しかないんですよね、魔人は。ただ僕はね、カオスバトルからヒントを得ました。エスタロッサって一人で、よくねっていう。あ、待って、これさ、エスタに、あれつけないとダメか。エスタに音調つけないとダメだな、これ。最初はじゃあ、電気ショックから入れて、こんな感じでいきましょうか。電気ショック。うわー、でもやっぱな、裏枠とか大事だな、やっぱ。あ、全然弱え。鬼弱えんだけど。ご明察通りです。いや、こっからまくるのはきついな。ということで、さすがにね、一回じゃ判断できかねますので、まだまだ、まだまだっていうか、これ次負けたら、ちょっとね、一体ずつメインキャラ交換していこうと思います。ご明察通りです。英福したまえ。英福した。おっと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 。おい。雑魚すぎる。いや、無理だな、ガチで。これね、グラクロの教材ですからね、皆さん。裏枠はめっちゃ大事だよっていう。もうアイスクリーム。はい、ということで、こっから一体ずつ変更していこうと思います。まずは僕の一番大好きなアサメリ、こちらを入れて生きるかどうかやっていこうと思います。いや、この編成でか。お、アサメリブーセス。アサメリか。いや、それは戸惑うよな、相手もな。うん、わかるよ、気持ちは。おい、弱いものから狙ってくんなよ。いやー、これどうしよっかな。まあでもエスタ取るのが一番か、ぶっちゃけ。エスタ取ってくか、これで。噛みちぎり。分かって。いや、まだ無理だ。朝めり一体じゃどうにもなんで。奪いに来た。奪いに来て。全然ダメですね。奪いに来た。奪いに来て。ご明察通りです。うわー、ボロボロボロマーケー。ちょ、金札だけ打ちたい。ありえねえ、ありえねえ。弱。続きまして、裏枠ポンデライオンということで、ここの最後の一枠はね、デミグラスソースのために取ってあります。この裏枠の、ポンデライオンが来たことによって受けるダメージ、そして攻撃関連能力が上がるので、うん、これで勝てたらもう最高よ。デミグラスソースの出番ないのでやっていきましょう。でもマジで魔人しかいないな。いた。いた。いた。いやー、こいつ倒さんとな。倒しに行こうか。単体、あ、待って、すべてのステータス減少させてから行こう。これで行こう。お、さっきと同じぐらいか、火力。厳しいか、これ。落として、いけ。うわ、弱。絶対こいつのせいじゃん。いや、まだまだ。ご明察通りです。うわー、厳しい。でも真面目に倒せればワンチャン、なんか倒せねんけ。とどめだ。ご明察通りです。
わはーはー、もう本気出します。はい、皆さんお待たせいたしました。見たかったのは勝利ですよね。ということでラストは完全体魔人パで行こうと思います。装備に関しては猛攻腹痛、そして猛攻腹痛、生命腹痛、生命鉄壁で、アーティファクトが魔人族の強化で回避飯で行こうと思います。絶対勝つ。さ、最後も懲りずに魔人パーティーですね。さあ、上取り、中身あり魔人パーということで、どこから倒していこうかな、これは。ふんふんふん。全体3枚ですね。征服したまえ。これ、エスタまだ攻撃しなくていいかな。他キャラ回復していくか。あー、でも、これアップされるな。アップされたらしんどいな。いや、でもここはもう倒していこうか、ここ。倒せる？あれ？ご明察通りです。やばい、ミスった。まずいですね。奪いに来た。いや、勝てません。わあ、不明馬か。回避飯っぽいな、これな。じゃあちょっと回避飯警戒からの、これでいきましょう。征服したまえ。うわ、回避飯じゃなかった、最悪。うわ、めっちゃ食らわせちゃった。めっちゃ食らわせちゃった。奪いに来た。奪いに来て。まあまあいた。次82万。受けてみろ。いや、倒せないよ。エレクトロスフィア。オッケー。じゃあもうここは最後行きましょう。レッツゴー。まずか。うへへへへ。ストライク。わあ。最終的にただの魔人パになってしまいました。ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。まあそんなにうまくはいかないよなっていう感じですね。はい、あのファイナルエディションでやった時は、まあ、うまくはいったんですけれども、そこまでの性能ではなかった今回のハロッサはということになります。ただね、結構ねグラクロ PVP、皆さんもうやり尽くしてると思いますので、僕のね、こちらの編成真似してぜひ遊んでみてください。ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。面白いと思ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ということで次の動画まで、うん、ドストレス、 Thank you。 はい、ということで、終了いたしました。今日ちょっとカオスバトル生放送やりたいんだけど、ちょっと時間あったらやりますので遊びに来てください。で、日本ハムファイターズ、ソフトバンクホークスにストレート負けで今シーズン終わってしまいました。まあ、またね来シーズン応援していければと思いますので、はい、ここからはとりあえずね僕はちょっともう YouTube 一本でガチガチ頑張っていきます、いこうと思いますので、ぜひ皆さん応援よろしくお願いします。あとチャンネル登録4万人まで、今3万8705人なんで、あと1300人で4万人いきます。頑張りますのでよろしくお願いします。ということで皆さん、おやすみ。